はい、農園ガレージのりょうです。燃料添加剤 FCR062 の効果を検証、3バー編の5回目になります。検証と言ってますが、厳密に言うと検証ではなくて実験になります。3バー編は検証失敗したりしたので、実験的なことをやっています。この5回目はメーカーの推奨添加量よりも少なく添加して、どこまで効果があるのか実験しています。通常の添加量は、軽自動車の場合、1リッターに対して2.5ミリリットルです。給油のたびに毎回使用する場合は、通常の7割の添加量なので、1リッターに対して1.75ミリリットルです。今回の実験は、それより少なく、1リッターに対して1.5ミリリットルの添加量を入れてます。パーセンテージにすると、ガソリンに対して0.15%の割合です。この割合で効果があることは、前回の動画3番編の4回目で確認しています。そこで今回はこの割合で給油のたびに点火して、3000キロ走った状態です。どれくらい効果が出ているか、エンジン内部、シリンダー内部を見ていきます。はい、それではエンジン内部、シリンダー内部を見ていきます。先にスパークプラグの状態から見ていきます。まず1番のスパークプラグです。1番はこういった感じになっています。どうでしょうか。だんだんと綺麗になっていってるような感じはします。はい、続いて2番のスパークプラグです。はい、2番はこんな感じです。はい、続いて3番です。はい、3番こんな感じです。はい、そして4番はこんな感じです。徐々にカーボンデポジットが徐々に落ちてきれいになっているような感じはします。はい、スパークプラグはこういった感じでした。はい、では続いてエンジン内部、シリンダー内部を見ていきます。はい、では1番シリンダーから見ていきます。はい、1番シリンダーはこういった感じになってます。どうでしょうか。前回と比べて少しですけど綺麗になっているんじゃないでしょうか。はい、側面カメラも見ていきます。はい、側面カメラはこういった感じです。通常の添加量よりも薄い、少ない量なので、カーボンデポジットの落ち具合は少しだと思いますが、一応きれいにはなってるような感じはします。はい、1番シリンダーはこういった感じです。続いて2番シリンダーを見ていきます。はい、2番シリンダーはこういった感じです。どうでしょう、きれいになっているんじゃないでしょうか。はい、側面カメラも見ていきます。
はい、側面カメラこういった感じです。はい、2番シリンダーでした。続いて3番シリンダーを見ていきます。はい、3番シリンダーはこういった感じです。だいぶ3番シリンダーだいぶ綺麗になっているような感じがします。このバルブリセスのところがだいぶカーボンデポジットが取れて綺麗になっていますね。うん、はい、続いて側面カメラも見ていきます。側面カメラもこちらもだいぶ綺麗になってますね。確か3番のこの側面カメラで見たとき、このバルブリセツのところの端っこの方にカーボンの塊がくっついてたと思うんですが、それが剥がれて綺麗になくなってますね。はい、結構綺麗になっています。はい、3番シリンダーはこういった感じでした。続いて4番シリンダーです。はい、4番シリンダーはこういった感じです。4番シリンダーも今綺麗になってますね。はい、側面カメラも見ていきます。はい、4番シリンダーはこういった感じになっています。はい、エンジン内部シリンダー内部はこういった感じになっていました。はい、いかがだったでしょうか。燃料添加剤 FCR-06 には、メーカーの推奨量よりも、少し少なくても効果があります。サンバーはキャブ車で、カーボンはつきやすいはずなんで、インジェクション車ならもしかしてもうちょっと少なくても効果があるかもしれません。なので今度 EK スポーツの方で、もう少し少なくして実験したいと思います。今回の動画は以上です。燃料添加剤の効果を検証、AZ-FCR-06 に、サンバー編の5回目でした。最後までご視聴ありがとうございました。